あ、毎回声ありがとうございましたって。ギフトもありがとうございます。やばい、メイクが落ちてる、メイクが落ちちゃってる。まあいい。ああ。こんばんは。ギフトありがとうございます、たくさん。ちょっとスペシャルギフト読んでいこう。ありがとう。カイトさんかわいい、ギズナさんパン、トシキさんおにぎり、ヒロシ BKK さん応援してる、カイトさんお疲れ、ギズナさん牛乳、サイダーさんおにぎり、アスパラさん、ちょっと待ってよ。カイトさんかわいい、キズナさんパン、トシキさんおにぎり、ヒロシ BKK さん応援してる、カイトさんお疲れ、キズナさん牛乳、サイダーさんおにぎり、カイトさんお疲れ、アスパラさん、キズナさんお茶、クックさん花束、キズナさんお茶、ゼータンさんありがとう、ミーさんお茶、ジャストミートさん牛乳、メイさん牛乳、キズナさんお茶、ジャストミートさん牛乳、キズナさんお茶、真空券さんパン、ゆうちゃんハート、オリックさんヒゲニャンさんおにぎり、まっちゃん牛乳お茶、オリックさん牛乳、ビビビさんおにぎり、ジャストミートさんお茶、オリックさん牛乳、ひたちさんごうさんパン、ジャストミートさん、ビビビさんお茶、ゆうやさんお疲れ、日立さん、ごうさん、牛乳、新井さん、お疲れ、ジャストミートさん、オリックさん、お茶、日立さん、ごうさん、BBB さん、牛乳、新井さん、ありがとう、みーさん、くまパン、ジャストミートさん、新井さん、お茶、みーさん、くまおにぎり、アスパラさん、お疲れ、北斗の高さん、牛乳、ヒロさん、エアーズさん、パン、スーさん、ハート、サイダーさん、ハート、オリックさん、おにぎり、A ランチさん牛乳お茶、よいさんお疲れ、真空券さんだるま、としきさんミロさんお茶、としきさん牛乳、もびさんパン、よいさんレインボースター、もびさん牛乳、ひたちさんごさんお茶、ミロさん牛乳、ずきちゃんおにぎり、ざるそばさんもおにぎり、ひたちさんごさんパン、すーさんだるま、ララバイさんお疲れ、ペンギンさん牛乳、ありがとう。読めたかな。こんばんは、ヤオさんお茶、ララバイさん、ノブーさん牛乳、ミロさんだるま、ヨウさん、ララバイさん、ヒロックさん牛乳、ララバイさん、ヨウさん牛乳、ミロさんだるま、スサハタありがとう。こんばんは、皆さんお疲れ様です。そして毎回公演ありがとうございました。ペンギンさんだるま、ララバイさんお茶、ヨウさん牛乳ありがとう、お茶も。こんばんは。今日はね、お昼はハーフツインをして、まあ、夜はゆうかちゃんリクエストで三つ編みを久しぶりにしました。ようさんお茶、ひろひろさん牛乳、むびさんパン、帝国さんおにぎり、すーさんだるま、新井さんピカピカありがとう。こんばんは、マイカー公演、今日は一部二部とありがとうございました。2公演ね、来てくださった方とか、あのお家帰らないといけないから一部だけとか、あのお仕事だったから2部のけとか、まあ、いろいろあったと思うんですけど、すごく楽しかったです。帝国さん、ザキヤマさん、カイトさん、鈴木さん牛乳、ハートありがとう。帝国さん、天然うなぎさんお茶、ザキヤマさん、カイトさん牛乳、帝国さんもありがとう牛乳、新井さんピカピカ、帝国さんお茶、ザキヤマさん、カイトさん牛乳ありがとう、のみおくんさんおにぎりありがとう、カイトさんお茶、コロコロさん牛乳、のみおくんパン、カイトさん、奈良さんお茶、カイさん牛乳。
これ無料ギフトなのかな、ちょっと無料ギフトだったらちょっと読まないでおこうかな、コメントが全然読めない。こんばんは。こんばんは。皆さん今日も一日お疲れ様です。そしてありがとうございました。でもうね、今日 SNS にも更新もしましたしね、ね、もう公園に来てくださってた方はね、ご存知の通りなんですけれども、マイカーのね4代目リーダーに就任させていただきました。パチパチなのかな。お見送りですごいたくさんの方におめでとうって言っていただけてとっても嬉しかったです。マイカー、そう、今日はねこう2公演あったんですけど、こうスラハのファンの方がいつもにいまして多かったっていうか、来てくださる方が多かった気がしてとても嬉しかったです。2公演ともめっちゃ楽しかった。嬉しい、そうやって言っていただけてありがとう。そう、4代目のマイカーリーダーとして頑張ります。こんばんは。お、配信してましたがありがとう。そう、ぜひね生でいつか見に来てください。そのためにも頑張ります。嬉しい、一杯の水と好きなれ、嬉しい、折り面瀬戸セブンと瀬戸マイクの折り面。こんばんは、ありがとう。パチパチって嬉しい。リーダーになりました。マイカー見に来てください。そのためにもね、まあ、メールにも書いたんですけどね、ゆうかちゃんが卒業しちゃって、ココアさんがね来月かな KLP さんにね移籍されるんですけどってなった後、マイカ5人になっちゃって6人公演ができなくなっちゃうので、こう今日ゆうかちゃんはね、そう3期生ちゃんが入るんじゃないかとかって言ってたんですけど、そういうのも含めてこうマネージャーさん、担当マネージャーさんとかスタッフさんとお話ししてね、マイカ公演がたくさん出れる切るようにしたいなって思います。そう、ペンライトもめっちゃ見えてました、赤と緑。そう、めちゃくちゃ多かったです。嬉しかった。配信でもね見てくださってありがとうございます。もちろんね、あのお仕事で見れなかったって方は後日ちょっとね見ていただけたらなって思うんですけど、そう、リーダーに就任させていただきました。岩尾さん結婚してありがとう。よいさん応援してる。ゼータンさんファイト、ありがとう。ブラピーさん偉い、ありがとうございます。そうなんですよね、マイカー参加ありがとう。マイカー、そう本当に今日多かったんですよ、赤と緑のペンライトとあとスラハコールが。だからすっごく楽しくて、こうもちろんねマイカーの単独公演が約5ヶ月ぶりだったので、もうワクワクと楽しみっていうのでもううわーってなってたんですけど、プラスこうなんだろう、ゆうかちゃんとココアさんのラストマイカーってこともあって、すっごくて、ね、熱気っていうかもう声量もそうだし、こうめちゃ笑ってくださるしすんごいなんか盛り上がってて、過去一なんじゃないかってぐらい盛り上がってて、すっごく楽しかったね。私もみんな言ってました、もうめっちゃ楽しかったって。池
ギャスさんお疲れありがとう。そう、公演見に来てほしい。イキャスさん応援してる。みーさんサンドイッチのお弁当ありがとう。ソラハリーダ、なんかさ、今まではさ、充電ができてなかった。なんかさ、今までのね、そのヤノマイカ、オキマイカって2文字でなる丸丸マイカって言ってたんだけど、ソラハってシナノだし、シナノで3文字だし、あのソラハでも3文字なのね。だからそういうのは分かんないんだけど、まあシナノマイカ行くぞって言ったんだけど、なんかソラハマイカより、まあ、どっちか、まあ、なんかあまりそういうの、ね、作ったら申し訳ないからね、あれだけど、ソラハマイカシナノマイカ分かんないけど、ね、こうリーダーとしてね頑張っていきたいと思います。スミさんファイトありがとう。ナノマイカシがなくなってね、ナノマイカありがとう。シナマイカなんかちょっとシナシナしてそうで、なんか酔わない、大丈夫そう、ゆうかちゃんからはね、いつお話聞いたんだったっけな、でも4月入ったぐらいに聞いたんですよね。まあでもその前からなんか話しとって、いろいろ、そう、ゆうかちゃんとそのマイカ、そうココアさんが KLP に移籍するっていう発表があった後に、そうなったらマイカ5人になるよねっていう話をしてて、で、いやどうなるんだろうっていう話をしてたんだよね。そう、だからなんだろう、言われたのはね4月ぐらい、4月入ってぐらいからだったんだけど、でもなんかそんなに実感があるってわけじゃないけど、そう、課外活動やっぱ最近そのできてなかったし、なんかあまりそんななんか実感がなくずっと過ごしてたんですけど、今日公演が始まる前に担当マネージャーさんからなんか長文で LINE が来ていなかったんですけど、LINE が来て、でそれで、あ、本当に今日発表するんだって思って、なんかうわーってねめっちゃ焦ったんですけど、焦って本番もちょっと涙が出てしまったんですけど、でもこう初代のね、もともと瀬戸セブンと瀬戸マイクが合体して、こう瀬戸マイクの MC と瀬戸セブンのスポーツ MC スポーツユニットって感じでマイカが誕生して、それもほんと瀬戸セブンと瀬戸マイクが卒業メンバーが増えてて、でこう合体っていう感じで、まあフーさんの、フーさんがリーダーから始まって、フーさん瀬戸マイクからフーさん、ほのたんさん、ゆうかちゃん、瀬戸セブンからゆみりんさん、ココアさん、私の6人から始まって、こう2期生ちゃんがピンマイカーっていう感じで一緒に活動すること増えて、でこうそのマイカーとピンマイカーが合体してって感じだったんですけど、もう初代のマイカーって、今はねゆうかちゃんとココアさんがねいるんですけど、まあ、1ヶ月後にはお二方とも、ね、いなくなっちゃってると思うと、本当に私のみになっちゃうんですよ、マイカーの初代って、初代マイカーのメンバーって。だからこう守れるじゃないけど、頑張りたいなってすごい思います。本当にメンバーそれぞれ、人それぞれ個性ありまくりマンだからまあそれをなんか伸ばしていきつつ、こう私たちだからこそ
できるこう何かをやりたいなと思うし、5人がやっぱむずくね、定員割れっていうんかな、人数が足りなくてうわーって感じだけど、それもどうにかしてしっかり定期的に公演ができるようにしたいよね。ウエチンさんありがとう。そうだよ、瀬戸マイクの本当の裏面はね、私は途中からね瀬戸マイク兼任だったんだけど、瀬戸マイクの本当の本当の裏面はね、もうゆうかちゃんが卒業したいなくなっちゃうっていう。めっちゃきのこさん応援してる、ありがとう。おもちゃまさん結婚してありがとう。歴代マイカーの推しが、歴代マイカーのリーダーが推しだったので、今回はそのつながりでソラハのことも推してくれるのかな、次から。どうなのかな、ソロハ、そうリーダーですね、頑張ります。でも本当にね、皆さんめっちゃ優しくて、あのそれこそ公演来てくださった方とか配信で見てくださった方わかると思うんですけど、こう品川ソロハでした時におめでとうみたいなめちゃくちゃ言ってくださって、であのコメントとか見てもX のコメントとかも見てもおめでとうってこう言ってくださる方が多くて、こうやっぱグループとして活動することがやっぱ主なので、課外活動ってねこうあまり月に1回できたらいいって感じで、そういう月1ぐらいの頻度なんですけど、そのね2019年ぐらいからできた課外活動ユニットがね、今はマイカーになっちゃったんですけどね、そのリーダーっていうのはすごいすごいっていうか頑張らないとなって思います。頑張ります。そうなんですよね、唯一無二の個性が集まってるから面白いよね。本当にもうね、MC とかも収集つかなさそうすぎて怖いよ逆に大丈夫かな。メンバーが布減って風邪ひかないか心配そうずっとね言ってたんですよ、レッスンの時とかも、なんでねノースリーブなのみたいな、冬なのにとかって言われてたけん、私がリーダーになったらみんなにノースリーブを配布して、あのレッスンからみんなでノースリーブでしてるよ、本当にずっとずっと言ってたんですよ。本当にとうとうあのみんながノースリーブをレッスンできる日が近くにありそうですね私がリーダーになったということは、だから買わないと、メンバー分みんな買う、みんなの分買ってノースリーブをプレゼントしよう。ありがとう皆さん、ギフト。天然うなぎさん、サンドイッチのお弁当ありがとう、牛乳とかパンとかお茶もありがとう。今日の公演の MC 毎回らしくて面白かった。あ、本当に、え、でもね確かにもうザ・マイカーみたいな感じだったよね。夜は押したのかな、昼はめっちゃ押してました。喋りすぎやて。ノースリーブス、え、確かにノースリーブスなのね。確かに曲入れてマイカーの T シャツもスタイリストさんにノースリーブ型にしてもらって。レインボースターもありがとう。ねえ、わかる、あのわちゃわちゃ、え、もう裏っていうかな、メイク中もうあんな感じです、ずっとすごいよね、ずっとずっとあの元気さと盛り上がりさ、誰かが何か言ったらそれに突っ込んでとかそれに答えてとか、面白い。安定の時間押し、いや本当は多分ね20分も押してないかな、15分ぐらい押しちゃったのかな面白い、それもね面白かった。
だけどもソラハのマイカ、ソラハがリーダーになったら、あの時計を時計置いて押さないようにするかもしれん。今日の公演どっちも楽しかった、ありがとう。そう、昼も夜もね、ありがとうございました。もちろん昼だけだったり、今夜だったりとか、ありがとうございました。そう、そう、今日17時開演だったからね17時開演だったから、そう、早めに終わって、まあ、早めにではないけど面白いね。昼も夜もいっぱい喋って楽しかったです。確かにね、リーダーの発表、そうなんよね、リーダーの発表もびっくりだったよね。そう、なんかゆうかちゃんがね、その事前にエンジンの時にね、言いますみたいななったんですよ。でドキ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 ってまずなってたら、あのなんか、いやステージ上で知りたいみたいな、サプライズで知りたいってなって、でじゃあステージ上であのこう何、肩に手を置く感じでいくねってなって、そうなったんだけど、あのゆうかちゃんに肩持たれた瞬間、なんかクローンみたいな回されて、おっとっとっとみたいななった。そう、ゴチ、そう、ゴチ方式でめっちゃ怖かった、なんかドキドキした、めっちゃドキ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 。そう、リーダーよろしくって言われとったけど、本当は違うっていうドッキリもあるかもしれないと思って心臓バクバクやった、なんかいろんな意味の心臓バクバクでした、あの時間。後ろ向いてこうやってしてる時間、マイカ最高、嬉しい、そうやって言っていただけるの。押した方が嬉しいの？本当に終電の時間とか大丈夫？終電の時間とか、ありがとう、クマパンやお茶牛乳。そうなんですよ、そうね、始まる前にすごい言われたんですよ。なんかそれまでなんかその公演がありますって発表された時に、ゆうかちゃんがこの日に新リーダーを発表しますみたいな、そのグループトークに送ってて、で誰なんだ誰なんだみたいななっとって、そう、まあ今日まで何もなくたんだけど、公演前にあのパセには、サちゃんでしょって、なんかリーダーサちゃんでしょって言われて、で私もうてかその時なんかテンパってて、いろんなことで、あのいろんな他のこととかでちょっとテンパっとって、もうなんかもうシンプルに、え違うよみたいな、私じゃないよ、言われてないよとか言って、みたいな2部の公演が始まるのめっちゃテンパっとってやったけど、パセには言われた、他には言われんかった、何も、まあ、みんな本当にドキドキサプライズって思ったのかもしれない。そうね、びっくりだよね、頑張ります、まあ、みんなで作り上げていこうって感じなんですけど、まあその中でもやっぱリーダーってやっぱ任命っていうのかな、ゆうかちゃんからバトンを受け取ったので、あのこうまとめていけるようじゃないけど、こう大事な時とかね、まとめていけるよう頑張りたいと思います。そうなのよ、ちゃんとね、そうだよとか言わずに、わからんって、誰なんか知らんよっていう話を、ドラさん、そう嬉しいよね、そうなんだよね、
あ、パセがリーダーだと思ってた。でもね、なんかエゴさしたらリコチとか、もちろんありがたいことに私の名前とかもあったんですけど、そう、ココアさんは見んかったココアさん、本当にもうココアさん、なんでなんですかねえ、ココアさん、ココアさん、シナノマイカー頑張ります。1年ではやめません。あの過去のね、ゆうかちゃんが今日言ってたんですけど、あのマイカーができたのが2020の夏なんですよ。で、まあ、4年目なんですけど、ちょうど4代目で、まあ、1年に1回のペースで、あの何、1年に1回のペースでリーダーが変わってるっていう話をしたんですよ。で、私は卒業しないんだ、ちゃんとマイカーを守り続けてっていうか、いますので安心してください。結構リーダーになったらね、卒業しちゃうジンクスみたいなのがあるんですけど、瀬戸セブンだったら藤原あずささん、瀬戸マイクはまあ風さん、まずマイカーで、ナホンタンさん、ゆうかちゃんなんですけど、私は辞めませんので安心してください。もし辞めちゃったらとかもないから安心してください。よろしくお願いします。何とぞ。お、カイトさん生きがいありがとう、嬉しい。でも今日スラハのペンライト以外にも振ってたよね、見てたんだからな。ココアさん、なんかそう、今日もさ、ココアさんもし花台、もしっていうか今月末あやぱの卒業公演とかで花だれあるんですけど、私は花だれ公演はココアさんと同じポジションをさせていただいているので、こうココアさんと公演に出るのは今日が最後だったんですよ。私が花だれ公演出るってなったらココアさんは多分出られないし、ココアさんが出るってなったら私は出れないって感じなんですけど、その今月にね、その1週間後にひなさんの卒業コンサートがあったり、それこそね、7周年ツアーの初めは一緒にココアさんと回れるんですけど、こう公演っていうのは、まあ、ゆうかちゃんもそれこそココアさんも2人ともそうなんですけど、ラストでこう目合わせるタイミングっていうかな、目が合うタイミングとか、なんかあ、もうずっとここココアさんと目合ってたなとか、あ、ゆうかちゃんとここやってたなとかって思うと、なんかめちゃ寂しくなって悲しくなって、一部は夜まだあるしそんなに実感もなかったんですよ。もうウェイ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 って感じだったんですけど、でも二部はなんかこれもラストかとかってなると、うわーってなって、こうってなってましたねえ、寂しいんだけど、もう寂しい。ちょっと待ってくださいね。
ちょっと待ってね、ちょっと連絡、ちょっと待ってくださいね。少々お待ちください。ちょっと待ってね。少々お待ちください。そうなんだよね。空もね、ココアさんと一緒に花垂公園出たかったんですよね。ポジションがね、そう一緒なので出れないっていう。もしね、花垂があっても一緒出ることがないんですよ。今日空はとココア、あ、そう、ココアさんセンターのチャンスの順番なんですけど、そうなんですよ。ああいうとことか、一緒にじゃんけんするとか、とことか、こう12秒のダイヤモンド作るところとかね、そう結構ね、ココアさんとペアになるところ多かったから、寂しい。お疲れ様です。タカさん、お疲れ、ありがとう。ね、でもなんかさ、よりさ、一公演一公演を大切にしようじゃないけど、もともとこう、ね、一回一回大切にしていかないとなってすごい思うし、当たり前なんだけどって思うけど、やっぱね、それこそ今回、今日のマイカがさ、そのゆうかちゃんがね、もうスタッフさんに交渉してくれて、こう、もうスタッフさんとかゆうかちゃんのおかげで、まあ、できたけど、できなかったら、それこそこの前のクリスマスでマイカ、あのこのメンバー7人のマイカはラストになってたと思う、ね、なってたと思うから、そう思うと本当になんかさ、いつ最後じゃないけどさ、わかんないから大切にしないとなって思いました。そう、ファンの方もそうやん。ソラハのことをさ、好きでいてくださってるなのけど、でも何かきっかけでソラハじゃないなってなって、次会った時にはもうソラハ推しじゃないとか分からんから、そう怖いやん。だから、あの、一回一回大切にしないと次会った時はソラハ推しじゃないかもしれない今はソラハのこと愛してくれてるけど、次のそれこそ7周年ツアーとかで釣られちゃって、あるかもしれない、まあそんなことないようにね、願うんですけど。タカさん、タカさん、守りたいこの笑顔、ありがとう。スーツ姿バッチグーでした。ありがとうね、来てくれて。無事着いたかな、お家。嬉しかったです、来てくれて。カズさん結婚してありがとう。あの、牛乳とかお茶とかパンとかおにぎりとかありがとう。そうなんよね。あ、そう、え、そう、そう、え、風落ちカヌレ、みんな買えなかったの買えなかったの。天然うなぎさん、く
風船の雲ありがとう。なんかさ、ポスト見たらさ、買えなかったですみたいな方が結構いらっしゃって、うわーってなったんですけど、来週リベンジします。そうやね、来週あるかな、来週まであるか分かんないけど、そうだよ、本当にドキ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 だけど、そう、楽しみ。みんなのさ、感想とか聞くの楽しみ。開店10分に、開店10分に行ったけど完璧、10時10分ってことか、10時10分じゃなかった。この前やっぱさ、何だっけ、平日に行ったからさ、お昼過ぎぐらいまでさあったけどさ、やっぱ日曜日っていうか休日は難しいのか。そう、瀬戸内のお店紹介していきますよ、もちろんもちろんもちろんです。今日はね、明日かな、明日投稿しようかな、明日投稿します。そう、ご飯屋さんもね、どんどんとね行っていかないとですね、もう全然ね、ストックっていうのがなくてですね、もう汗汗してるんですけど、みんなインスタグラムフォローしてね、明日投稿します。まだね全然投稿できてなくて、私は全然ほんまに投稿してないんですけど、月に、なんだっけ、月ん週に2回か、始めたては週に2回ぐらい投稿していこうかなって思うので、よろしくお願いします。まあ、投稿できるときに投稿していきたいな。ギフトありがとう。お、今大事に持ち帰ってるから家に着いたら自食し、ぜひぜひ。そう、私的にはもちろんね、自分が提案した赤しそカヌレも好きなんですけど、チーズカヌレがうまうまのうまです。ね、ほんとおつまみですおつまみ好きな人は本当に大好きだと思う、チーズカヌレ。中田蓮さんが提案してくださったやつ、そう、数、そうなんだろうね、1日20食限定だから、だから20個うちゲットできた方、もうレアレアのレアよ。お昼ご飯、そう、インスタグラムね、なんかこう私的にそのメニュー表みたいな、どんなごお店、なんかお店の外とどんなメニューがあるのかみたいな、メニュー表とかも載せたいなってこう個人的に思ってるので、過去に行ったご飯屋さんが紹介できないんですよメニュー表全部撮ってるわけじゃないから。だから、そう、最ね、インスタ始めようって、こう解説しようってなってから、こう行ったお店だったらメニュー表もあるんだけど、そう、ないからやばいんですよ、ちょっと汗汗マンですよ。でもね、なハッシュタグ空通信とか、シナの空派とか見てたら、行ったよみたいな報告してくださる方がこういらっしゃって嬉しかった。そう、
いっぱいだから、お仕事の合間に行けるランチとかもうちょっと調べれたらなって思います。カフェとかさ、なんか、まあ、カフェは行くこと多いんだけど、カフェもそうだけど、こうお仕事の合間に行けそうなランチだったり、まあみんながさ広島に公演があった時にこうなんだっけ、なんかみんなで今日は公演最高だった、ご飯食べようみたいな、打ち上げ、打ち上げじゃないけどか、そういうとかでも行けそうなご飯屋さんとかにもちょっと検索していきたいんだよね。もちろんね、そのファンの方向け、ファンの方だけの、ん、ファンの方に向けた、まあ、インスタグラムでもあるけど、こういろんな本当に外国人の方とか、その普通に広島グルメとか調べてる方とかにも、まあ、見ていただきたいともあるけど、やっぱり瀬戸内にね、やっぱ来てくださることが多いから、瀬戸内の広島のなんかグルメいっぱい紹介するね。それこそね、あの私うどん屋さんが好きなんですけど、太鼓うどん、まあ、みんな一回メールでめっちゃ紹介したことあるからあれなんだけど、太鼓うどんっていううどん屋さん美味しいんですよ。で、まあ、ブログじゃない、インスタのやつ載せちゃったんやけど、過去のやつとしてめっちゃ美味しいからね、もう一回行きたいし投稿したいんよね。そう、もう行きたいところがたくさんなんですよ私、やばいです。あのなんかハンバーグ屋さん、私が行ったことあるハンバーグ屋さんもそうなんだけど、じゃない、なんかめっちゃ美味しそうなハンバーグ屋さん、お蕎麦屋さん、うどん屋さん、なんか定食屋さん、あとおにぎり屋さん、天ぷら屋さん、なんか串カツ的なやつ、あとはあパン屋さん、カフェ、あラーメン、え、もう行きたいお店がいっぱいあって、インスタグラム始めてからって、なんかこうブックマークなんか保存するみたいなやつでめっちゃ保存してるんだけど、そう行きたいところがめちゃくちゃあるんですけど、もうあらまあって感じで、もういっぱいいっぱいね、こう予定が詰まってて、だからもうそのお仕事のそのレッスンの合間とか、レッスン始まる前とかレッスン後とかのこう時間を縫って、そうでもね、やっぱそうなったらさ行けるところも限られてくるからね、わーどうしようって感じなんですけど、そうでもちなみに今ストックみたいなあるのは2個2個しかないから本当に早く、そう明日投稿するやつともう1個しかないからやばいんですよ。とにかくあのちょうど忙しい時期に開始だったので、ちょっとあの誰かと、まあ、マネージャーさんとかと一緒にご飯を食べに行かないといけない。でもね本当にね、もうね明日からもリハ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 リお仕事リハお仕事お仕事リガタリガタロドブベベみたいな感じだから、そう自分の体力ともでも相談しつつね、しっかり今日ねなんかフラッってなりそうだったよ、なんか2分の時うめっってなってうめっってなって、危ねえ危ねえってなったんだけど、そうちゃんとね帰ってきてからももちろん昼夜の間にもご飯食べたし、夜帰ってきてからもご飯食べたし、もうあれなんだけど、だからゆうかちゃんにおすすめの整体めっちゃもうめっちゃ ゆうかちゃん言ってるみたいな、おすすめみたいな整体教えてもらったから、そこも行きたいし、ご飯も行きたいし、コナの映画もまたもう一回見ていきたいし、そう瀬戸内の旅行に行ってグルメ調べたいし、そう今はねやりたいことがたくさんなんですけど、でも私の本業はねステージに立って歌って踊るだから、おでぶちゃんにならないように気をつけます。今日もいっぱい食べちゃったお弁当ありがとう、お茶とか牛乳とか
パンとかおにぎりありがとう。嬉しい。インスタのお店、今回のやつで4店舗行きました。すごーい。やばい、その調子だともう逆に空入り先に広島グルメいっぱいいろんなとこ行けちゃうかもしれない。そうね、公演ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。嬉しかった。もう昼夜とね2回あったんですけど、2回来てくださった方もたくさんいらっしゃって、昼だけとか夜だけの方もいたんですけど、配信もありがとうございました。もう大笑いでした。大笑いだし、もうシクシク、大笑いもありシクシクもあり、まあ、いい感情がこういうもうジェットコースターみたいな感じだったんですけど、楽しかったです。確かにね、公演後にね行くお店ね、確かに気になるよね。どこ行くんだろうみんな。やっぱ居酒屋さんとかなんかな。居酒屋さん逆にあんまり分からんからな。ちょっとねあれなんだけど、ありがえそうあずえみんなあずみのブログ見ましたか。私との島根旅の内容が載ってたんですけど、見ましたか、あずみのブログ。私はあの ST の公式あの X でその岡田あずみオフなんかブログ更新しましたみたいなの見て、すぐ見て嬉しいと思ってリコチに自慢した。その時リコチが横にあったから、リコチって見て見てってあずみがさんって、私のことブログに書いてくれよって見て、やばくない、可愛くないって言って、かわいい。しかもソラハがさ、ソラハがっていうか、まあ、あの次お出かけ尾道行こうねっていう話をしたんですけど、その時のことも忘れずこう書いてくれてて嬉しいってなった。ラブ。みんなあずみのブログもソラのブログも見てね。お茶とかありがとう、牛乳、おにぎり、パンとかハートとかピカピカとか、そう見てきて、そうインスタ、あ今日インスタ、そうえそうそうそう、なんかブーメラン撮ろうとしたんやけど、なんかちょっとようわからんで、後からやり方知ったんだけど、ちょっとブーメランが撮れなかったので写真になってしまったんだけど、写真投稿してました。あのパセットのこう何これツーショット写真と、終わった後のマイカーのみんなにめっちゃ素敵なプレゼントに届いたんですよ。これこのマイクに、あこう私はペンライトが赤と緑なんですけど、なのでこう赤と緑のペンライトカラーのリボンがついてるやつ、そら緑で書いてて、ここ、これをいただいたんですけど、これのお礼のインスタストーリーを上げさせていただいて、でその後にあの X のやつをシェアして、マイカーの新リーダーにお務めさせていただきますっていう、今日はインスタストーリーのみなんですけど、3つ投稿したので見てください。あとストーリーズのね、あのちゃんといいねとか見てますので、ガン見。え、すごいよね。これ開けていいのかな。これ開けていい。開けない方がでもいいか。すごいよね、これ。これ。すごくない？これさ、終わった後にいただいたんだけど、マイクはみんなが、みたいな。このマイクのこのリボン、マイクにつけたかったって言って話してました。うわこれかわいい。でも開けない方がいいか、これ開けずにこうやってさ飾ってた方がいいか。え、めっちゃかわいい。え、みんなでプリキュアだとか言って変身とか言ってました。なんかプリキュアの武器に、武器っていうかなんかスティックとかありそうじゃないですか。めっちゃかわいい。
プリキュア、じゃん。え、すごい、お決まりかーつって。やばいよ、空が卒業するとき信濃舞かノースリーブプレゼントしよう。始まる時もさ、やめる時もさ、ノースリーブ絶対に嫌だ。絶対に嫌だすぎてかわいそうよ、メンバーが。あの、言ったのね、プレゼントとかありがとう。お洋服も夏のね、半袖のね、お腹出しお洋服が2着も届いていたので、もうこれは着るのが楽しみです。アクセサリーとか、それこそみちさんの写真集も入って